そう、寝てました。 はい、今日も起きようとって寝てました。本当に最近寝れてないので、今日はたくさん早く寝てたくさん寝ようと思います。ね、おはよう。おはようございます。で、今日も今日とって本当にお友達から教えてもらってからずっとこれを買ってるんですけど、今日もこれを食べてます。糸くるみ、これ買ってみた。マジで美味しいから食べてみてね。今日日焼け大丈夫だった。まあ、今日の話をしますと、まあ、今日はちょっとね、まあ、いろいろありまして、はい、結構もう 考えて、もう今思い出したくないくらい大変だったんです。 ちょっと話すと本当に長い。本当に長いんだけどね、まあ、ゆっくり話すと、まあ、まず、朝起きたら、なんか家族が騒がしくて、こう、え？と思って。そしたらなんか、ある事件が起きてまして、 トイレの水？なんかわかんない。本当に普通に綺麗な水なんですけど、トイレの水が止まらなくて、で、玄関とリビングが浸水したんですよ、今朝。ジで。浸水して大変だったんですよ、もうなんか。本当に。なんかもう必死に雑巾がけして、だからめっちゃ手が今ね、荒れてるんですよね。そう。浸水っていうことはもうやばかったんです。本当にやばくて、で止まらないみたいな、で、ね、寝ぼけて「ね、なんだって」って言って、でもそれで目が覚めて、もう必死にバスタオルをこう持って、もうこう押さえつけて、水を、まあ押さえつけたんですけど、まあ、それでも止まらなくて、結局まあどうにかなって止まったんですけど、止めてね、結局止めて止まったんですけど。そう、元栓閉めた。本当に、無事ね、まあ、無事、全然今も無事じゃないんですけど、使ってないんですけどね。そう、やばかった。バスタオル何個も使って、で終わったらもうめちゃめちゃ結構浸水してるので、玄関めっちゃ広いんですよ。で本当にめっちゃ、ドアのね、下の部分が開いてるから、そう、玄関だけじゃなくて、その下を通ってリビングまでにも行っちゃって、そう、だからもう朝から学校の雑巾がけみたいに、こうバスタオルをこう引いて、こうダダダダダダダ、なんか玄関ってこんな広かったっけって思うくらい、ずっと雑巾がけをしてて、なんかすごい、ちょっと手の筋トレしたんじゃないかって感じなんですけど、はい、ね、ちょっとそんな大変なことがあって、なんかあんまり なんか休めてない 今日。 原因はね、なんだっけ、なんか何かが壊れてるみたいな、まあパパが言ってたんですけど、まあ多分治るんじゃないかな。そう、なんかもうそのせいでもう学校も遅れて、そう、本当に、だからもう玄関って言っても、そのなんか分かるかな、ドアの玄関、多分みんな見せたことないから分かんないと思うんだけど、なんかその玄関2段階あって、なんだよ、その靴置き場 靴
き場じゃない玄関がまず水浸しなので、その靴置き場じゃない方の玄関でこう水をその靴置き場側にもバッてこう流し込んで、あ、そう、修辞したところ、そう、その流し込んで、そっから玄関の、あ、その靴置き場がこう流れてって、やっと外に出るみたいな感じだったんですね。だからもうなんか学校に行ってる場合じゃなくて。だからもうなんか、先生にもうなんか、ちょっと先生にちょっと言いづらかったんですけど、なんか、トイレの水が止まらなくてみたいな。そう。だからさ、でもさ、こんなん自然災害じゃないですか。別に私悪くないし、多分誰も悪くないんですよ。本当に、ね、もう恥ずかしかったんですけど、もう本当のこと言うしかなかったから、もうなんか先生にそう言ったんですけど、なんか。で、その遅れて行ったんですけど、学校に。もう、ね、行ってる場合じゃないから。って言って、いや、私はもう本当に、行きたかったんですけども、しょうがないので、みたいな。言って。なので、休みじゃなかったことにしてくださいませんかって、すごい抗議しに行ったんだけど、いや、でもな、大変だったな、わかるけど、なあって言われたから、ちょっとまた明日も言いに行きたいと思います。そう、ちょっと悔しい。まだね、休みになってるから、私本当に悔しいから、ちょっとまた明日もね、言いに行こうと思うんだけど、ちょっと悔しかったです。そう、ダメだったの。しょうがなくない？そんな状況でも来たことがまずすごいと思うんだけどな。すごいと思うんだけど、なんか、ねえ、ちょっと、悔しかったですね。いや、本当に仕方ないよね。ね、そう。そうそうそう、仕方ない厳しかった。分かんない、もしかしたら先生によってかもしれないから、もしその担任の先生に「いや無理だな」って言われたら、去年の先生にも言いに行こうと思います。マジで絶対に諦めない。ちょっと今日はもう疲れて、もうね、諦めたんです。ああ、わかりました。わかりましたよって言って、でね、そこからですよ、まあその事件はまあなんとか解決して、と今ね普通に家に入れる状態なんですけど、家に入れる状態なんですけど、まあそんなこんなで遅刻していったら、なんか体育をしていまして、ああなんか体育だと思って急いで体操着に着替えて向かったら、なんか「おお磯部」みたいな、「じゃあちょっとこっちのグループで」みたいに言われて、何やってんのって思ったら、なんか「今からシャトルランしまーす」とか言われて。ね、ちょっと雑巾がけで運動した後になんかまた運動みたいな、そうで、すごいシャトルランをしてきました。もう今日さ本当に疲れたわね、やばいから、地獄でしょ。地獄だよね本当に。しかもなんか違うの、もうね、そっからだ、またそっから。そっからなんですけど、なんか、まあ私が走る出番になって、本当になんか、こっからね、ここまで、まあ25メートルとかあるじゃないですか。こう走ってるところの、このね、この距離の間に、ここら辺にね、先生とか、あと生徒とかと、なんかグループ分かれてたんで、そのグループじゃない生徒とかが、なんかもうシャトルランを見てるわけですよ。真横で。だからもう私といたしましては、もう職業病で、もうなんか、常に爽やかに、笑顔で走らなきゃって思って、すごい表情を作りながら走ってたわけですよ、こうやってですってやってたわけよ。なんかもうそしたらなんかすごいね、他の子が「いや
ルアちゃんめっちゃ爽やかわ、ルアちゃん余裕そうとか言われて、いや全然余裕じゃないっすって思いながらってやってたんですけど、そうでそこでアイドルかましてアイドルをかまし、でもそしたらね最後に先生に、おー磯部すごい PV みたいだぞとか言われてこうあの風を浴びながらこう笑顔で走ってたわけだから、なんか、うん、PV みたいって言われてありますかね、よくその PV に走る走るとこあるじゃないですかまあそれでマジでもうね走るどころじゃなかったんですけど、まあ、先生からはそう見えたらしくて、ね、アイドルがシャトルランやるってさ、ね、やっぱり表情作んないとだもんね。そう、まあそんなこんなで私はただ走るだけじゃなくて、ただ走るだけじゃなくてその表情込みだったので、あのね51回でした本当に全然自慢できない数、51回でしたはい、でも頑張った方です頑張った方、その表情作りながら、うん、そう MV っていうんじゃなくて PV っていうところがね51回はいい方、わかんない、でも女の子では、まあ良くも悪くもって感じかも、平均そうだよね、けど少なくはなかったんじゃないかなって思うから、まあ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 さ、まあいろいろある中本当は走ってる場合じゃなかったんですけど、そんな中頑張れたかなって思います。また走れる機会があったらちょっと一人でやりたいですね次は。だってまさか真横に人がいると思わないからさ、もしさ真横に人がいなかったらもうすごい顔で走ってたんですよ。いやマジで真横にいて私が一番端だったんですけど、でも走った後に、走った後もね私は疲れてない顔をするので、こうやって心の中ではあーやばいやばいと思ってるけど息切れでね、でも顔ではこうやってふーっとか言ってそしたらお友達がやるわちゃん友達がもう本当に本当にすごかったみたいな言われていやそんなことないよって言ってきましたはい、ここでやっと一つの物語が終了ですそう、いやプロ表情のプロ、はいそうペットボトル、そう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 、いや本当にすっごい一日過ぎて、もう今日はね本当に早く寝たいところでございます。前編終了、もう後編ないです後編はうんないね、うん、なんかあるかな、ないかも、あ創作でもいいじゃん本当に私話すの下手っぴだから全然面白くない。そう暑かった、めっちゃ必死に、そうあの汗かいたから前髪が崩れてないか心配だったんですけど、シャトルランしてゼーゼーしてる後でも前髪完璧でした。もちろん前髪は崩れず、はい、いやよかったね、いや それだけすごい気になっててさ、見た目大丈夫かな、
っぱり PV 撮った割に、ん？ PV 撮ったからにはね、美しい状態じゃないと。いや動画撮ってほしかったな。ちょっと結構カオスだった絶対。だってさ、普通に考えてさ、なんかニコニコしながらシャトルランしてる人やばくねみたいな。なんか本当に結構ニコニコしちゃったんですよね。でなんか余裕そうにして、そう、なんか背筋もよく、普段私背筋だらんとして走るんですけど、背筋よくして走ってたし、まあニコニコ、まあ 歯は出してないですよ。なんかそう、ラスマイルでーすみたいな感じじゃないけど、はい、まあ微笑む程度だったと思う。大丈夫大丈夫。そう、前髪最強。でも絶対ちょっと学校休みになってるのはちょっと本当にちゃんとどうにかしてきます、明日。ってことで本当に皆さん今日も一日お疲れ様でした。そうね、みんなは今日何かあった？面白いこと。私以外にも、ん？私以上に濃い一日だったよっていう人いますか？どうだろう。めっちゃ疲れたよ。わかる、お疲れ様。両親に会えた、え、ありがとうね。そう昨日夜配信できなかったからごめんね。薄い平和な一日。あ、本当に。でも最後に私の配信が来たので皆さんも濃い一日になったのではないでしょうか。なんかもう、もうこの話をみんなが聞くだけでも疲れるでしょ。話聞いても疲れたでしょ今ので、ね、そのくらいだったんです。お疲れ様でした。本当にやばかった。え、マジでやばかった。でも動画撮ってる場合じゃなくて、本当に動画撮ってる場合じゃなかった、浸水は。けどあの週次配信してたところで夜の仕事の前にラーメンを食いそびれ食いそびれた一日どういうこと？あ、忙しすぎてってことかな。うん、お疲れ。もうすぐ S かわいいさん発売、ドキドキする。そうですね、ドキドキしてます。早く皆さんに見ていただきたいという気持ちでいっぱいなんですけど、ちょっとまた思い出した。そう、今日ねクラスのお友達から、あの今まで話したことない、あの、うん、違う、今まで皆さんに話したことのないお友達の話するんですけど、ルアちゃん雑誌出るんだよねみたいに言われて、なんで知ってんのって言ったら、あのすごい学校にすごい NGT をしてくださってる、もともとしてくださってるあのファンの子がいるんですけど、友達で、なんかその子から聞いたよみたいな、え、絶対買うねって言われて、すごい嬉しい気持ちになりました。そう、嬉しいの。なんかその子がすぐに周りに、そうルアちゃんをひ、ルアちゃん、ルアちゃんじゃない、ルアを広めるらしくて、と嬉しい。TikTok も見たよとか、あとそのお友達、あともう一人お友達がいるんですけど、これも新しいお友達なんですけど、なんかその子も、歌唱力見たよみたいな言われて、え、なんでって言ったら、まあその子から聞かせてもらったみたいに言って、そう、ですごい私ワンオクさん大好きだからめっちゃ嬉しかったって言われて、
よかったそれはって言ってきました。そう、なんか嬉しいね本当に。ルア軍団。この人 A、 この人 B。 さあアルファベットどこまでいけるかな。そう、ちょっとずつルアね周りと喋れるようになってきてるんです。相変わらず友達いないんですけど。そう昨日ね、私も昨日は、あそうだみんなに言ってないね、昨日はビッグソアに行ってアルビーを応援してきました。いやめっちゃ楽しみにしてたんですけど、なんとハプニングがございまして、私時間感覚を忘れていて、よしチケット買おうと思ったら0時過ぎてて、あやべえと思って急遽当日に当日券で行ってまいりました。はい、当日券。いや私もねその言葉を使う日が来るとは思いませんでした。当日券とか初めて。値段上がってた、多分500円、プラス500円かな。そうもう一般でも払えますって思いながら行ってきた。はい、でも私まず刀剣探すのに30分かかってずっとうろうろしてて、あここだと思ったら間違ってオレンジガーデン入っちゃって、いやここじゃない、ここグッズ売り場だと思って、どこ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 と思って、これかなと思ったら、なんかそしたらなんか招待のさなんか列で、いやこう私招待されてない、違う違う違うと思って、で一番ここじゃないだろうと思ってたところに販売売り場があって、あここかいなりました、はい、なんとかできたので。いや間違ってオレンジガーデン入っちゃったんですよ。そう、いやマジ暑かった。ちょっといろいろあるんですけど、何から話してるか分かんないですけど、まずそうですね、ハイライト、まず YouTube のハイライトが見れたの嬉しいんですけど、また3分以内でもっとこの試合を動画で振り返りたかったなっていう気持ちで、そう今回のねあの天皇杯はあの動画とかが、ん？試合の何？試合が見れないので画面で、そうだからこそ絶対見に行きたいと思って行ったんですけど。そう、あと単にあの長倉選手が怪我ですよね、されているので心配なんですけど、4点もね入るという素晴らしいことでもあり、でも4点失点、うーんってすごいなんか振り回された日でしたね昨日は。盛り上がったりテンション下がったりしてました。最後の PK はほぼあの見てないんですけど、見れなかった、あの怖すぎてね。怖すぎてもう こうなりながら、もう目を細めながら見てたんですけど、無事に阿部選手が最後止めて無事に勝てたのでよかったなと思いますし。いや正直マジで楽しかったですね、本当に楽しかったです。やばかったな、幸せ、なんかすごいエネルギーをもらいました。そうとジャパンサッカーカレッジもそう勝ったんですよね、名古屋グランパスに。おめでとうございます、 1-0。 そう嬉しかったね、なんかニュースにもね、ニュースにもなんだっけ、日本唯一のサッカー
専門学校みたいな言ってて嬉しかった。あ、知ってる知ってる、止めながらニュースに出て嬉しかったですねはい、そんなこんなで今新潟はいい波乗ってるので、無事にね次の鹿島戦も勝てればいいなって思ってます。そのエネルギーで今日乗り越えられた。そうだねだからそうだから乗り越えられたんだよね。そうだそうだ、じゃあ足パンパンなんだよね、飛び跳ねすぎて朝起きたら痛ってなりながら、なんか浸水状況を見たのでなんかおったまげーって感じだったいろいろあって、そう PK 戦やばかった、マジで本当にやばかったの、もうね、もう心臓持たなかったねそう怪我人が多いからちょっとね、でもあれはちょっとなあれはあのねイエローだったじゃないですか。でもちょっとあれはねって感じですよねイエローって思っちゃって、ちょっとそんな中、え、そう、ちょっと聞きな、なんかそんな中でもあの選手交代できなくて、もう選手交代しきっちゃったので、だからまあ分かんない、長倉選手のその思いを尊重したのかもしれませんが、それかもう出るしかなかったっていう状況なのかもしれませんが、あのそんな中でもあのちょっとでもこう走ったりとか、絶対足 なんか異常あるのに、なんだろう、なんコートに立ち続ける長倉選手がやっぱりすごかったですね。これがプロだなって思いました。ゆっくり休んでください、ね私はそれを見るのがすごい辛くて、なんかね後半戦はあんまりあのこうやって見せた、ずっとそういう時こそ応援するのはそうなんですけど、でもなんかね交代使っちゃったからみたいななって、なんか何その痛そうな長倉選手を見てるのがすごい痛かったです、はい、選手交代でベンチ戻っても選手交代でグラウンドに戻れる、いや戻れないですかね、うん戻れないかな、交代は交代でもうずっとベンチかな。ねえ楽しかったマイケルが松田を引きずってるのおもろかったわかる、うん、そのうち指笛とかブーイングするルアシの姿、いや私するわけないじゃないですか、私あれ正直嫌いなんですよねあれは本当にいらないと思う、あれだけは何もしてない、ご安心ください。そんななんかなんかその審判の判断にえっと思う時あるけど、そうけどね、私たちどこで変わることじゃないからそれはちゃんとしてないですうん試合
結果はいちごの X が頼り。あ、なんか言ってたらしいですね。ね、ママシも言ってた。なんかママシもそれ見てたらしくて、そう、ママシもそう、ずっとそれで見てたって言ってた。めっちゃから、昨日負けた町田の監督もいろいろです。ね、結構1試合で2人骨折はでかいですよね。本当になんか怪我のない試合だったらいいのになっていつも思う。どうしてもそれが起こるのは仕方ないんだけど、なんかもっとね、いやボールを全力で追うからそれが起こってしまうのは本当に仕方ないけど、怪我人が少なくなってほしいですね。ママも好き。いや、私がアルビ見始めるようになって、私がもうもう毎日のように言ってるんですよ、アルビ愛を。ママとかパパに、いやマジで本当にもう今日最高だわとか、そういつもお兄ちゃんも隣でね、お兄ちゃんはなんか毎日、お兄ちゃん毎日サッカー見てるんですけど、携帯で。お兄ちゃんは日本を飛び越えて海外のサッカーをずっと見てるんですけど、私が見ててお兄ちゃんが隣で見るんですよ。リビングの席がルアとお兄ちゃん隣なのでそれで隣来るから、いやなんでそっち見てんのって消してとか言って、だって実況のさ音声が混ざるんだもん、だってこれ私も見てんだからと思って。 そのくらい結構サッカーに生かされてて、だから多分ママシもそれで気になってるんだと思う。気になってるって、うん。家にサッカーゲームのソフト、わかんない、ないかも。兄ちゃんがでもやってますよ、私はやってないけど、いつもやってる。私が勉強してるのに横でやってるから消してって言ってこっち勉強してんのって言って、はい、お家ではちゃんとわがまま言ってます。あんた明日暇でしょってこすらして学校あんのって言ってああよくねリビングを追い出してますごめんねそう、本当に意地汚い、意地汚い長女だよねいや仲今多分そう一瞬回って仲いいんですよね、正直。そう、兄ちゃん暇、いや暇じゃないんですけどちゃんと大学行ってるんですけどね、暇じゃないけど、でも私よりは朝起きるの遅いんですよ、もうその時点で優先順位こっちロックだぜ、やばいロックだぜ弟サッカー見、そうですね、弟子は何見てんだろう、毎日ネットフリックスとか見てますクレヨンしんちゃんが弟子大好きねそれでもうサブスクで配信されたクレヨンしんちゃんを弟子全部見てますし、過去のやつも含め全部見切ってたし、結構ずっとなんか何かの物語を見てますね。うん、そんなに集中力が続くのがすごいよね私からしたらだってさ、一個の映画でさ、あ、映画ですよ全部、まあ普通のやつを見てたけど、通常の放送のね、映画2時間くらいあるのをさ何十本もさ一気に見れないじゃん、私は無理なんですけど
でも私海外のサッカーまあ好きっちゃ好きなんですけど、なんか結構すぐファールだったりとかになるから、結構なんだろう、なんかもう根性っていうか、やっぱりタックルですタックルがすごい強いですよね。そう、ラーも一回見たことある。すごかった、なんか別格だった。なんかそう、よしアルビ見るかくらいの感覚でダゾーンでね、ちょっと一回見てみようと思って見てみたら、なんか全然もう別格すぎて、そう、雰囲気も別格だった。もうなんかわ、いいところだってなるけど、すぐファウルになってみたいになったりとか、ボールの色違ったりとか、黄色とか、ね、もうすごい。でもサッカーって本当に世界的に広まってるスポーツでいいなって思いました。なのでちょっとね、全然まだアルビーを全然知りきれてないので、全然海外とかはね、まだそんな本当に何も分かんないんですけど、サッカーをちょっと極めていきたいなって思いますオリンピック本当に楽しみ、スポーツ見れるのがタックル好きならアメフトみたいなタックルね、タックル、うん、確かにアメリカンフットボールね、いやいいよね、わかる、見たこ、一回見たことある、ちょっとだけ、いや全然ルールわかんないけど、すごい、みんなガタイが良くて、なんかよくそんなに筋トレできるなって思いました。私腕立てできないんですよ、腕立てできなくて、走るのも無理だし、そうシャトルラン51回だからできないしみんなすごいよねと思って、サッカーより簡単、いやそんな簡単そうに見えるだけで全然簡単じゃないでしょ絶対。いやあれは大変ですよ、あれは本当に。プロになるにも狭き門だし、なんかやっぱり私はそういう面で見ちゃうんですよね、いつも。なんか常に、あ、この人こうやって努力して入ったんだなとか、経歴見るの大好きでそう、なんかそれだからよりスポーツ観戦って楽しいんですよね。タックルさえ練習すればですぐ吹っ飛ばされますよ、こうやってもガーンってぶつかったらバーンって跳ね返っていくからサッカー、私サッカーしてた頃もよくこうやって跳ね返ってました、ね、またそうですね、行く機会があったら行こうと思います。体育でサッカーかフットサル、しないかも、どうだろうね、そこまでさそこまで広いかと言われました。でも幼稚園の時やってましたね、なんか直々になんかサッカー教えてますみたいなコーチの人が来て、でなんかビブス、赤と黄色のビブスしてサッカーしてた覚えがある。その時多分私無双してました、その時は現役だったのでその時は現役両者は公園中にタックルやし、それカイリさんですそうですね、ちょっと公園中にタックルはなかなかすることにすることないかなって、はい、私はすることないですね。
じゃあ公園でサッカーサインボール蹴ろう。やばいやばい、それはいいですね。でも1回につき1ボールだったらすごい負担がやばそう。フローラの負担が。この間近所の幼稚園にプロサッカー選手が訪問しててサッカー教えてた。あーいいです、なんかそういうのいいよね。なんかそのちっちゃい子がね、そうちょっとでも興味を持ってたらってなるじゃないですか。だから農業のやつも行きたかった。幼稚園児だっけ、あれ保育園児かわかんないんですけど、ちっちゃい子供となんか農作業するみたいなあったじゃん。いいよね、意外と子供ってそういう交流、ね、そういう企画、そういうイベントとかきっかけでさ夢が広がったりするからさいいよね、私もその場面にいたいよサッカーサインボールだと最後列まで飛んできそう。確かにね、新しいあのロックのあのそうゴミに見えてゴミじゃないやつあるんですけど、ピック中にピックが入ってるんですけど、あれね、そう私が投げる場所、もともと私のその研究生ポジションの位置がの柱奥に届かない位置で、私どんな風に投げてるかなと思ってハイライトじゃないアーカイブ見たんですけどやばい、 DMM のアーカイブです。はい、アーカイブ見たらお昼公演投げたんですよ私。そしたら映ってなくて、私投げてる姿、あれ私映ってないと思って、でもしっかりと投げました私は。投げたらなんか投げつけちゃって、そんなつもりなくて、あの真ん中あたりに行ったらいいなと思ってちょっと端っこにいたので、だからちょっとこうポーンって投げたらもうこう急降下、こうなって二つとも最善の人に届いて、でも二人とも私推し、かっこ私気になってる人に届いたのでいいかなって思いますよかったみんなに届いて、どっちもね私が知ってる人だったから嬉しい、ありがとね。また投げる機会があったらよろしくお願いします。その時は本当に受け止めてください。本当にめっちゃ早かったの。だから映ってるかなと思って。映ってるかなと思ったんだけど映ってなかった。まあ定点には映ってたのかな。なでしこ目指してた。あ、当時はその小さい頃はね、将来はなでしこになるんだって言ってましたけど。でもちょっとまあいろいろあってやめましたサッカDMM さんもハイライト出してほしい5分くらいにまとめたハイライト。次のプロフィール更新で特技タックルになりませんように。やば、待って、50分やば、ありがとうございます。すいません、ってことはお礼させてください。10歳まゆし、ありがとうございます。ちねこがまわし、ありがとうございます。11位かきこし、ありがとうございます。10位かトランティスし、ありがとうございます。9位ドスドスタントのあざわしくじらし、ありがとうございます。8位くるるし、ありがとうございます。7位みみれパパし、ありがとうございます。6位はやとし、ありがとうございます。5位ひろし、ありがとうございます。4位ハッピーアイスクリームし、ありがとうございます。5位せってんがし、ありがとうございます。2位アッピし、ありがとうございます。そして1位はちが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 ぽいただの DD氏です。ありがとうございます。間に合った、よかった、ありがとうございますね。サッカールール知らない、だから私のね、私がそうサッカーなるほどって思えるか分かんないけど、私もできるだけそうルールに詳しく、皆さんがルールに詳しくなれるように頑張るから、ぜひ興味持ってね。ありがとう DDC ってことで終わりたいと思います。本日もお疲れ様でした。ゆっくり休んでね、私もゆっくり休めます。バイバーイ、ありがとうございました。またね。
バイバーイ、ありがとう。